テイムラズ・ベシコビチ・ガバシュビリ・ティミリース・ビシコビッチ、ゴバシュビリー、ロシア語、ゼー、グルジア語、1985年5月23日隊は、ソビエト連邦グルジア共和国トビリシ出身のロシアの男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス43位、ダブルス101位。ATP ツアーでは、シングルスの優勝は、まだないが、ダブルスで1勝を挙げている。身長188センチメートル、体重83キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。そのエネルギッシュなプレースタイルとノーマークの予選勝ち上がりから、ツアー上位進出を果たすことがたびたびあったことから、津波の愛称で呼ばれ、親しまれている選手である。名は、テイムラズ、姓は、ガバシビリの表記も見られる。当時まだ、ソビエト連邦に属していた、グルジア、現ジョージアの首都トビリシにて、会計検査官の父と医者の母の間に3人兄弟の長男として生まれ、6歳からテニススクールでテニスを始める。9歳の時に、一家はモスクワへ移住。10代の頃に単身スペインに渡り、同国の元プロテニス選手、セルフィオ・カサルの運営する名門テニスアカデミー、セルフィオ・カサルテニスアカデミーにて本格的にテニスを学ぶ。2001年に16歳でプロ転向。転向後数年は下部大会での下積みが続いたが、2005年頃からシングルスランキングも100番台へ上昇し、ツアー大会への出場も増えていった。2006年はシングスランクが7月に2週間99位を記録し、初めてトップ100に入ると全米オープンでグランドスラム大会シングルス初出場。ここでは2回戦のジェームズ・ブレイク戦まで進出し、この年からツアーレベルに定着するようになる。2007年はシングルスで2月のリージョンズ、モーガン・キーガン選手権で予選を勝ち上がると、1回戦で第5シードのグザビエ・マリスを下す活躍で、準々決勝のマーディ・フィッシュ戦まで進出し、初のツアーベスト8進出を果たす。さらに3月のインディアンウェルズマスターズでも予選を勝ち上がり、当時世界ランク9位のトミー・ハースとの3回戦まで進出。続くマイアミマスターズでも、予選を勝ち上がり2回戦のミハイル・ユージニー戦まで進出するなど3大会連続でツアーで好成績を残す。またダブルスでもイボカロビッチと組んでノーシードで出場した RCA 選手権では1回戦で第3シードのジェフ・クッツェ、トッド・ペリー組を4から6、7から6、11から9の接戦で下す活躍でそのまま勝ち上がり決勝に進出。決勝では、フアン・マルティン・デル・ポトロ、トラビス・パロット組に6から3、2から6、6から10のフルセットで惜敗し準優勝となったが、自身初のツアー決勝進出を果たした。2008年はシングルスでは、ABN アムロ世界テニストーナメントで予選を勝ち上がりベスト8進出など、計4度のツアーベスト8があったが、前年ほど高グレードのツアー大会で好成績が残せなかったものの、下部大会の ATP チャレンジャーツアーではその年の最多タイとなる4大会優勝を挙げ、年度末ランキングを65位とし、自身初のトップ100フィニッシュを果たした。2009年は3月にデビスカップのワールドグループ1回戦、対ルーマニア戦で前年の活躍が認められ、ロシア代表に初選出されるも、ツアーでは不調の年となり、シングルスでは4月のハサン2世グランプリでベスト8進出を果たした以外は、すべて1から2回戦負けに終わり、チャレンジャーツアーでも前年のポイントを防衛できず、年度末ランクも106位まで下降した。一方ダブルスでは、同国のミハイル・エルギンと組出場した10月のサンクトペテルブルクオープン1回戦で、第4シードのスコット・リプスキー、ロヒール・ワッセン組をストレートで下す活躍で、ジェレミー・シャルディー、リシャール・ガスケ組との準決勝まで進出する好成績があった。2010年は予選を勝ち上がった全仏オープンで好成績を残し、3回戦で第6シード、当時世界ランク8位のアンディ・ロディックを6-4、6-4、6-2のストレートで下す番狂わせを起こし4回戦に進出。4回戦では、ユルゲン・メルツァーに6-7、6-4、1-6、4-6のスコアで敗れたものの、自身初のトップ10選手からの勝利と、グランドスラム大会4回戦進出を果たした。8月には、パイロットペンテニスで予選を勝ち上がり、2回戦で、第11シードのグザビエ・マリスを第1セット4-2としたところで、マリスの途中棄権で、3回戦で、第5シードのアンドレイ・ゴルベフを6-3、3-6、7-6のフルセットでそれぞれ下し、第15シードのデニス・イストミンとの準々決勝まで進出。準々決勝では1-6、6-3、6-7のフルセットで惜敗したが、シーズン初のツアーベスト8進出を果たした。全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドンの4大大会では、すべて1回戦敗退に終わり、シングルスランキングを100位以下に落としてしまった。ダブルスでは、カタールエクソンモービルオープンと、クレムリンカップでベスト4に進出している。4月の全米男子、クレーコート選手権のダブルスで、リカルダス・ベランキスト組、準々決勝で、世界ランク1位のブライアン兄弟を7-6、7-5で破ると、決勝で、トレと優位、スコット・リップスキー組を6-4、6-4で破り、ツアー初タイトルを手に入れた。全仏オープン男子シングルスでは1回戦で、第11シードのフェリシアーノ・ロペスを6-3、7-6、6-3で破ると2回戦で、フアン・モナコに6-3、6-4、6-2で、3回戦、ルカ・シュロソルに6-4、6-4、6-4で勝利し1セットも落とすことなく5年ぶりの4回戦、進出。4回戦で、第5シードの錦織圭に3-6、4-6、2-6のストレートで敗れた。7月20日付の世界ランキングで自己最高の50位を記録し、自身初のトップ50入りを果たした。8月のシティオープンでは2回戦で、第1シードで世界ランク3位のアンディマリーに6-4、4-6、7-6で勝利する大金星を上げた。3回戦でリカルダス・ベランキスに5-7、4-6で敗れた。弟のレバンは、プロバスケットボール選手として活動しており、グルジアの名門バスケットボールクラブである BC ディナモ、トビリシに所属している。またガワシュビリの叔父も飛び込み競技の世界王者であったという。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退。Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。